転換社債型新株予約権付け社債は、日本の証券取引における社債の一つで、新株予約権付け社債の一種である。一般に転換社債あるいは、CB とも呼ばれている。この社債は、1843年に、ニューヨークエリー鉄道が発行したのが最初である。鉄道事業には膨大な資金が必要であるが、収益発生までに時間がかかる。 そこで建設中は利息を払い、鉄道が完成し収益が生まれるようになったら株の値上がりと配当を見込めるという社債を開発したのであった。転換社債型新株予約券付け社債は普通社債とは異なり、社債を事前に決められた転換価格で株式に転換することができる点に特徴がある金融商品である。なお、途中で 転換価格を変更する条項を付け加えることもできる。投資家から見れば、転換価格よりも株価が上昇すれば、株式に転換、売却することで利益を得ることができる。逆に転換価格より株価が低いままなら、転換せずに満期日まで待つことで社債としての利息を受け取り続けることもできる。このように普通社債と違い投資家が利子以外で利益を得る手段を持つため、 売却益を加味して、普通社債より金利を低めに設定して発行される。新株予約権を行使された発行会社は、予約権を行使したものに対して、新株を発行するか、自己株式を交付する。かつては、前者の方法のみであり、現在でもそちらが一般的であるが、2001年10月1日施行の改正商法により、金庫株が認められるようになったことから、 後者の方法も可能になった。転換価学を株価の変動に応じて上下に修正できる条項のあるものは一般に MSCB と呼ばれているが、日本の会社法上は転換社債型新株予約権付社債と区別はされていない。なお、アメリカでは MSCB という呼称は用いられておらず、日本の野村証券が独自に言い出した用語である。 こうした種類の社債のうち、転換価格の過方修正に加減が定められていないか、あるいは加減があったとしても、非常に低いものをアメリカで俗にデススパイラルコンバーチブルボンドと称することがある。過方修正条項には、転換価格が株価から一定割合以上乖離した時に発動されるものや、特定日の株価をもとに転換価格を修正するものなどがある。 ある突発的な条件が起きた時に株式に転換される社債をココスと呼ぶ。投資家は転換の有無を選ぶことができない代わりに、利率は通常の社債よりも高くなっている。これは銀行によって発行され、自己資本比率が基準値を下回った時に発動される条件がついている。発行条件により BIS 規制上のティア1、資本もしくは、 ティアーに資本に組み入れることができる。劣後祭に近い性質のものであり、通常の転換社債とは、性質が大きく異なっている。転換社債型新株予約権付け債は、2002年以前は単に転換社債と呼ばれ、ワラント債と区別されていたが、新株予約権に関する規定を明確化した2002年4月1日の改正商法の施行により、 従来の転換社債と従来のワラント債とは、債権種別が同一となり、同じ、新株予約権付社債という区分の中で債権の内容が異なるものであると定義された。両者を区別するときは、従来の転換社債は、転換社債型新株予約権付社債、従来のワラント債は、新株予約権付社債と呼ばれることになった。株式と債権の利点を兼ね備えた。 転換社債型新株予約券付け社債は、債権者に利益だけをもたらすものではない。発行元は、自社株価の上昇を見越して、転換社債型新株予約券付け社債を発行し、後日株式で負債を支払うことで、キャッシュフローの合理化をもくろむ。しかし、その当てが外れて、株価が下落した場合は、負債を現金で支払わざるを得なくなり、結果として資金繰りが悪化する。 ヤオハンのように破綻、倒産した企業もある。また、株式ではないためいわゆる5%ルールに抵触せずに買い集めることができることから、会社や他の投資家に知られることなく、転換社債を買い集めて一気に転換し、突然、大株主として経営の主導権を握ることも可能である。村上ファンドが阪神電気鉄道に対しこの方法で一気に大株主となり、 最終的に阪神は長年のライバルであった阪急電鉄に経営統合させられることとなった。転換社債型新株予約権付け社債は各証券取引所に上場されているものも多い。証券取引所に上場することのメリットとして以下のことが挙げられる。なお、いわゆる MSCB のうち修正が6ヶ月に満たない間隔で行われ、さらに下方修正転換価格が 参照価格を下回って決定され得るものは、東京証券取引所においては、上場を認められていない。新株予約権は、法令違反、定款違反、著しい不公正な発行のいずれかの場合で、株主が不利益を受ける恐れがあるときは、株主は新株予約権の差し止めを請求できる。オートバックスセブンが行った、新株予約権付社債発行については、 オートバックス社の株主であるシルチェスター、インターナショナルインベスターズ、インターナショナルバリューエクイティファンド社が、東京地方裁判所に対し、新株予約権付け社債発行差し止め仮処分の申し立てを行った。有利発行性が裁判の論点になり、東京地方裁判所は、債務者側が行った算定は、合理的であり、本件新株予約権付社債の発行が、 有利発行に該当するとは言えない。として、シルチェスター、インターナショナルインベスターズ、インターナショナルバリューエクイティファンド社の新株予約権付け社債発行差し止め請求を棄却した。これは、新株予約権付け社債発行差し止め請求が棄却された初の事例である。債務者側で算定を行ったのは、プルータスコンサルティングであり、 債権者側で算定を行ったのは、クレジットプライシングコーポレーションである。債務者側の算定人である、プルータス・コンサルティングは、本算定において、モンテカルロシミュレーションという手法を採用し、債務者の将来株価のシミュレーションを行い、ある一定の前提を置いた発行者、投資家の行動の結果、発生した将来の投資家の利益を現在価値に割り戻すという方法で、 算定した結果、本件新株予約券単体の価値は、額面金額1億円の社債あたり198万円の算定結果を出した模様である。転換社債型新株予約券付社債の発行企業は、発行における公正価値の根拠に対して、既存株主に対して説明責任を負うこと、また訴訟リスクを回避するために、第三者機関に委託し、 評価を行うのが一般的になっている。誰にもわかる、転換社債教室日本経済新聞社 P92 株価に準拠して決定される。社債の額面転換価格イコール受け取る株式数となる転換時は破綻の確率が上がった状況であり、株価は低くなっている金融、商事判例ナ、no. ンバーワン2812008年1月1日号による決定用紙。 ありがとうございます。